ご視聴ありがとうございます。ラオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。旅行映像シリーズ四国縦断編。前回の配信で予告させていただきました通り、今回は長浜と桂浜を中心に、高知県を代表する歴史上の二人の人物の足跡をたどる旅をしたいと思っています。話が飛びますが、南播磨屋橋バス停からこの長浜バス停までバスの片道乗車賃は520円でした。その上で少し歩くんですけれども、この先に鎮守の森公園という公園があります。まずはその公園にいる歴史上の人物に会いたいと思います。こちら若宮八幡宮という神社です。今回の旅とは直接関わりがないとは思いますが、この映像作品が無事に撮影を終えられることを祈って参拝をしたいと思います。補足をさせていただきます。現在の日時、2024年7月25日午前7時25分です。なぜこんな早い時間帯に撮影をしているかというと、夏の高知市内の暑さは想像以上、そして急なスコールも降るということを考慮した上で、早めの行動を取った方がいいと判断しました。もう一つ鳥居がありましたので、挨拶をしていきます。参拝も無事に終わりました。それでは鎮守の森公園に向かいます。見つけました。ご存知の方の方が多いと思うので踏み込んだ話はしませんが、長宗我部元親は1539年にこの土佐で生まれています。幼名は弥三郎というらしいんですが、色白で華奢な容姿から姫和子というあだ名で呼ばれていました。戦いにはとても向いてないと思われて、22歳で友人を飾ったんです。しかし長宗我部家はもともと土佐氏と呼ばれる王族の一つでしかなく、さらにはその中で一番小さな勢力だったと言われています。ところがここ長浜で初陣を飾った時、獅子奮陣の活躍を見せたそうで、ここから姫はこのあだ名を返上して鬼はこの名で呼ばれるようになったんだそうです。個人的な感想なんですけれども、長宗我部元親と非常によく似た人物が広島県にいます。ピンときたかもしれませんが、あの毛利元就です。師匠某将とも呼ばれた元就です。毛利元就も秋の国吉田省の小さな領主に過ぎませんでした。そこから中国地方をほぼ掌握する戦国大名にのし上がっていったんです。長宗我部元親もあともう一歩のところで四国統一をなせたところを、豊臣秀吉によって始まった四国征伐によってその夢を諦めざるを得なくなるんです。僕の推察に過ぎないんですが、毛利元就と長宗我部元親同じ元の字がつきます。なのにこの結末は大きく異なるんですね。何が違うのか。長宗我部家は滅び、毛利家は生き残ってるんです。なぜこんなことになってしまったのか。僕の推察を言いますと、毛利家には吉川と小早川によってちゃんと地盤ができていた。
でも長所壁には支えてくれる親戚家臣いなかったんじゃないかという気がします。実際豊臣秀吉の命に従って九州征伐、元親は嫡男の信親と一緒に出陣していますが、鉄木川の戦いの時に大愛の信親を戦場で亡くしてるんです。そこから彼の人生は大きく狂い始め、やがて元親が1599年に61歳で亡くなるんですけれども、その後を継いだ四男の森親は関ヶ原の戦いで西軍側についたことにより領地を没収され、最終的に大阪の陣を経て処刑される悲しい結末を迎えています。毛利家と長宗我部家、両家を分けた命運は一体どこにあったのか、不思議でならないです。長宗我部元親初陣の銅像からおよそ10分ぐらいで彼の墓所を見つけました。せっかく高知に来たことですし、長宗我部元親好きな戦国武将ですので、敬意を込めて手を合わせていこうと思います。奥に見えるのは兵士の塚と言われる史跡です。説明板を見てびっくりしたんですが、ちょうど1600年浦戸一揆という大規模な紛争があったようで、その時に亡くなった長宗我部家の家臣たちを祀った塚だと言われています。いつ建てられたのかについては未だに分かっていないそうです。そして兵士の塚の隣に石段があるんですが、この石段を上がったところに長宗我部元親のお墓があるんだそうです。セミとヤブカが多いので気をつけたいと思います。それでは手を合わせていこうと思います。長宗我部元親のお墓に手を合わせてきました。季節柄かもしれませんが、見づらいですけれど、葉に何箇所か血を吸われました。痛い経験もしつつ、次の席土佐伝交通さんのバスで向かいたいと思います。今乗車している桂川に向かうバスで、途中の前というバス停で降ります。自動前というバス停で下車しました。それらしいバス停の時刻表などは見当たらなかったんですけれども、目の前には太平洋が広がっていますし、花街道と呼ばれる歩道沿いには綺麗な花々が植えられています。この地蔵前から少し歩いたところに長宗我部元親の父親国親が結成したと言われている一両具足たちの魂を祀った石碑があるそうなので、ご紹介したいと思います。一両具足、普段は農業に従事し、戦闘になったら兵隊として活動する明治時代の屯田兵のような仕組みです。石丸神社という小さな神社がありまして、そちらの案内板には、元は小田家臣で掛川の城主だった山の内和豊が土佐の新しい国主になった時に一斉に命を奪われ、彼らの首は井伊直政の元に届けられたと書いてあります。あちらに並んでいる6体のお地蔵様と真ん中に見える祠が一両具足と呼ばれた人々を祀っている場所です。
一両具足のうちのマスター六体地蔵と石丸神社見ていただきました。いよいよ高知を代表する歴史上の英雄の足跡をたどる旅、そろそろクライマックスです。高知駅でも堂々たる姿を見せていた坂本龍馬、あちらに桂浜があるんですけれども、その桂浜にいる坂本龍馬に会いに行こうと思います。撮影当日の状況を改めて振り返ると、地蔵前のバス乗り場をもう一度探したものの結果的に見つけられず、他の方法も思いつかなくて桂浜まで歩き通す決断をした気がします。日差しはますます強くなり、気温もぐんぐん上がる一方で、水分補給の優先順位を低く見積もったのを心底悔やみ、汗だくで長い上り坂を進んでいきました。歩き始めてから約10分後、案内看板を目にして一息つき、地図が示すルートに従って移動を再開。ところが、ものの数分と経たないうちにまた不安がよぎりました。そう言いたくなる理由はご覧の通り、このルートはほとんど舗装されておらず、逆に宇津木の小道という名のハイキングコースだと知ったのは、本作の編集作業が大詰めに差し掛かった頃です。重ね重ねお恥ずかしい限りですが、その都度見かける案内表示板に折れそうな気持ちを奮い立たせ、コンクリート製の階段を降りて、ついに桂浜に来ました。あとは坂本龍馬と対面するだけですね。その前にお見せしたいものがありまして、桂浜水族館です。そしてこの水族館、タイムリーな話題です。特装戦隊デカレンジャーのデカブルーがお出迎えをしてくれます。次回配信の作品とリンクしているので、記憶に留めておいていただければと思います。坂本龍馬の銅像はこっちですね。ついに桂浜にて太平洋と向き合う坂本龍馬像と出会いました。この作品で果たしたかった目標、全て達成できました。今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。次回の旅行映像シリーズ四国縦断編は、高知市内での一人旅後編をお送りします。最後までご視聴ありがとうございました。